本日は、2020年度東京農工大学工学部ウェブオープンキャンパス in June をご視聴いただきありがとうございます。この動画では農工大何でも質問コーナーということで、高校生の皆様からいただいた質問にお答えしていきたいと思います。私は工学部生命工学科の教員の荒垣敦史と申します。今回の質問コーナーには全部で7件の質問をお寄せいただきました。それぞれの質問に対して内容に詳しい教職員が回答を用意しましたので、動画の前半ではその7件の質問と回答を紹介させていただきます。また後半では過去のオープンキャンパス等でいただいたよくある質問と回答について紹介していきたいと思います。それでは早速最初の質問を紹介したいと思います。将来私はものづくりや商品開発、具体的にはメーカーでバドミントンのラケットを作る仕事をしたいと思っています。工学部に進学しようと考えているのですが、東京農工大学ではどの学部が適しているでしょうか。また具体的にどのようなことが学べ将来につなげられるかを教えていただきたいです。大変具体的なご質問ありがとうございます。バドミントンのラケットですけども、フレームの部分は例えばプラスチックとカーボンの複合材料であったり、それからボールが当たる面ガットの部分はプラスチックであるなど、さまざまな材料で作られています。特に軽くてそれから硬い、そういったものを両立させるということが必要になってきますので、常に新しい材料の開発が求められています。そのため材料を作る化学の知識とその特性を理解する物理の知識の両方が求められることになります。それからどうやって作ると原材料を少なくできるかとか、それから省エネで作ることができないかとか、材料の廃棄とかリサイクルも考える必要があります。そういうことでラケット開発に関連することが学べる学科として、農工大では次の3つが、適していると考えられます。各学科の教員から、得た回答をコメントをここに紹介しています。応用化学科が、1つ目ですけども、高分子材料の合成、それから複合化、力学的特性などについて学ぶことができます。ラケットはもちろんのこと、さまざまな新材料開発分野で役に立つ知識が得られます。ということで化学の力を使っていろいろな性質を持つ、新材料の、合成開発を行う、学科が応用化学科です。それから化学物理工学科、が挙げられます。エネルギー環境新素材をキーワードに化学工学から物理工学まで幅広い分野を勉強します。例えば新素材を用いたエネルギー変換デバイスの開発などのものづくりにつながります。新素材の開発に加えて省エネですとか環境負荷の少ないものづくりの方法などを学ぶことができる学科です。最後に機械システム工学科ですけども、設計工学や人体、運動学、人間科学計測法などを学ぶことができ、スポーツ用品を含めた、商品設計開発に役立つ基礎知識が、得られます。ロボットに代表されるように材料の強度やデザインも含めたものづくりを行う、学科となります。それでは2つ目の質問に移っていきたいと思います。工学部の生態医療システム工学科と生命工学科の違いを詳しく知りたいです、ということです。農工大が強い専門分野の一つとしてバイオ移行系というのが挙げられます。農工大では、これに関わる医学科を用意しています。ここではこの、生態医療システム工学科と生命工学科の違いを比較しながら紹介したいと思います。左側が生態医療システム工学科、右側が、生命工学科です。
まず左側からご説明しますが、生体医療システム工学科では、例えば高校で、高校で、関連する科目としては物理、数学、化学が挙げられ、大学では、これを発展させた物理学、電子情報工学、バイオを学んできます。こういったキーワードが挙げられます。で具体的な応用例ですけども、生体の内部を外から超音波、それから光などを使って可視化する生体イメージング技術、また生体内分子を計測する微小な装置の開発、生体分子センサーとか DNA 計測チップなどがありますが、こういったものの開発、それから細胞などを動かす技術装置の開発も行っています。で主な就職先がここに示していますけども、こちらに示していますけども、装置開発関連、それから材料分野など幅広いです。一方生命工学科ですけども、こちらは高校で関連する科目として生物、化学、物理が挙げられ、大学ではこれを発展させた生命科学、化学、化学、工学、といったものを学んでいきます。例えば具体的にですけども、薬の開発、抗がん剤などの薬となる分子の開発ですとか、それから微生物を用いたバイオ燃料生産、それから有用物質の生産、また医療につながる細胞ですとか動物の開発などを行っています。生命工学科では生命を構成する分子、遺伝子、タンパク質、細胞、動物などと幅広く生き物を扱うのが特徴となっています。主な進路は食品、医薬品など、こちらも幅広いです。最後にこの2つの学科の違いをまとめますと、生体医療システム工学科は生体を外から観察したり操作したりする応用技術や装置開発を目指す学科、それから生命工学科は生命そのものや DNA などの分子を研究対象として生命の持つ有用機能の産業応用を目指すというのが特徴となっています。先ほどのラケットの開発の例にもありましたように、大学での研究や学問の分野というのは明確な境界がなくて、時としては学科を超えた横断的な学問領域というのも多くあります。例えば今ご説明した学科以外にも、生体医療システム工学科と関連する学科としては機械システム工学科や機能情報工学科がありますし、生命工学科との関連学科として応用科学科や物理工、化学物理工学科も、あります。ぜひいろいろな学科を見比べながら皆さんの将来の進路をイメージしていただければと思っています。3番目の質問です。工学部の学園祭はどのような雰囲気ですか、農学部と共同で行ったりするのですか、ということです。やはり学園祭とか、サークル活動も大学生活の醍醐味の一つだと思います。東京農工大学では学生が主体となって、学園祭、実行委員会によって、農工祭、こちらは11月に府中キャンパスで開催しています。また、小金井キャンパスでは、創立記念、小金井キャンパス祭ということで5月下旬に、例年開催しています。サークル等の活動に参加していると農工祭に参加する機会が多くあると思います。ここに写真を2つ紹介してますけども、左側がこれ小金井キャンパスで行われた小金井キャンパス祭、それから右側が府中キャンパスで行われた農工祭の写真の例です。いろいろなお店が出展されておりますけども、サークルとかそれから研究室から出されたものです。現在農工大では体育系文化系を合わせて100以上のサークルがあります。ほとんどのサークルが
農学部と工学部の学生が一緒になって活動しますので、こういう中に入っていくと広い交友関係を築いていけるものと思います。次に、4つ目の質問に移ります。生体医療システム工学科のカリキュラムにある科学英語ゼミは具体的にどのようなことを学ぶのか教えてください。こちらも生体医療システム工学科の教員からの回答を紹介したいと思います。科学技術の最先端の成果は英語論文で世界に発信されます。科学英語ゼミでは生体医療システムに関係する英語論文をじっくりと読み、英語論文から科学技術を正しく理解し、その内容をプレゼンできるような技術を身につけ、将来、自分の成果を、世界に発信するための土台を築きます、ということです。こちらのこの自分の成果を、世界に発信する、これが非常に重要なことだと思います。生体医療システム工学科をはじめ現在工学部の学生の皆さんがそれぞれが世界最先端の誰もやったことのない研究課題に取り組んでいます。そしてそこで得られた成果は国内だけでなくて国際的にも発信していくことになります。農工大では大学全体でこのような学生の活動を後押ししています。実際に学生の皆さんが自身で国際会議で英語で発表、口頭でプレゼンテーションをしたり、それから自身の研究を英語の論文としてまとめるということもよく行われています。大学ではぜひそのような視点で英語スキルの習得にも取り組んでいただければと思います。次に5番目の質問。知能情報システム工学科のセール入試を受けようと考えております。今からやっておいた方が良いことや心がけておけば良いことなどがありましたら教えてください。今年のセール入試の実施時期がいつになるか教えてください。ということです。こちらのセール入試という入試の対する質問です。最初にセール入試とはどのようなものかということを簡単にご説明したいと思うんですが、関連する学科、受けたい学科ですね、で特に意欲的に学びたいという学生を選抜することを目的とする入試です。センター試験や個別学力検査を免除して、希望する学科に関連する活動成果のレポートですとか、それから面接、調査書等の内容を総合的に評価していくものです。このご質問に対する回答ですけども、生理入試では特別科学動に加え基礎学力を備えていることもの確認も行うので、数学などの通常科目の勉学も励んでおいてください。ということです。それで入試時期なんですけども、現時点では7月に募集要項の発表を予定します。9月上旬に出願、それから中旬、下旬にそれぞれ一次選考、二次選考を行って11月の上旬に合格発表をしていく予定でおります。ただ昨今の状況を考えますと、今後は変更になる可能性もあるため、本学のウェブページ、入学者選抜要項または募集要項を確認するようお願いいたします。次に6番目の質問に移りたいと思います。ラボローテーションに参加する生徒はどれくらいいるのか、またこれはセール入試の入学者のみがやることができるものなんかを教えてほしいです。というご質問です。この質問はおそらく工学部のセール入試の科学物理工学科のパンフレットの案内に対するものだと思います。そういうことで科学物理工学科の教員から回答を得ております。科学物理工学科ではセール入試の入学者以外でもラボローテーションへ参加できます。
2019年度の実績では数名程度ですが、人数制限は特に設けておりませんということです。つまり化学物理工学科の学生であれば、誰でも参加できるということになります。ラボローテーションというものですけども、これは意欲のある1年次の学生さんに、入学後、間もない学生さんに、研究室とはどういうところかということを体験してもらうという、プログラムです。大学の講義で学ぶ学習内容が、将来どのようなことに役に立つのかなどを知ってもらうことが目的の一つです。ちなみに工学部の他の学科でも同様もしくは類似したプログラムを取り入れております。このように入学直後から講義だけでは理解できない実際の研究の現場を知ることができるということが農工大工学部の特徴となります。7番目のご質問です。知能情報システム工学科への入学を希望しています。高校での学習内容のほかに高校生のうちに学んでおいた方がいいことがあれば教えてください、ということです。こちらも知能情報システム工学科からの教員からのメッセージを紹介したいと思います。普段から人工知能 IoT ビッグデータなどについて興味を持って学び、また論理的に考えるよう心がけてください、という、言葉をいただいています。この赤で書いてますけども、興味を持って学び、論理的に考える、というところ、非常に奥の深い、メッセージだと思います。大学の4年間では多くの専門的な知識を得ることになりますけども、同時に得た知識を使っていくということ、こちらも重要になってきます。知識というのは過去のものなのだ、過去のものとなるので、それだけでは新しいものや技術を作っていくことはできません。新しいものを生み出すときには好奇心を持って普段から考えている力が試されることになると思います。それからもう一つの論理的な思考、これも大学で習得もしくは求められる重要なスキルです。ぜひ普段の学習の中で意識しておいていただければと思います。ここからですけども、その他よくある質問ということで、過去のオープンキャンパス等でいただいた質問についてご紹介をしていきたいと思います。8番目として、留学してみたいが、どのような制度があるかということをよくご質問を受けることがあります。農工大ではここに紹介するようなさまざまなプログラムを、用意しております。英語コミュニケーション力の強化を目的とするもの、それから国際共同研究を、行うことを目的とするもの、さらに修士の学位取得を目的とするものなどいろいろと、用意しております。例えばこの左上のサマープログラムですけども、これは本学独自の語学研修プログラムとして、イギリスの、例えばイギリスですと3週間、アメリカですと5週間現地滞在してコミュニケーションスキルを習得します。それからもう一つ、ここに青色の部分、飛び立て留学ジャパン日本代表プログラムというのがありますけども、こちらは文科省と日本学生支援機構、民間企業の共同で生まれた、海外留学支援制度で、特に充実している留学制度です。最大で、月額20万円の、支援を受けることができます。こういうものを使って留学、研究留学をされている方が、おります。農工大ではこのようないろいろな制度を使って毎年多くの学生さんが留学をしております。制度によっては留学先が姉妹校に限定されるものもあるんですけども、農工大は、世界43カ国、164の大学や研究機関と、国際学術交流協定というのを結んでおります。いろいろなところに
学生さんが行けるように、このような仕組みが整っております。次に、農工大 の、 学生の、男女比、それから教員あたりの学生数、大学院進学率について紹介したいと思います。まず学生の、男女比ですけども、農学部が、5対5、それから工学部が8対2、ということで、全体としては7対3、ぐらい、男性、7に対して女性3ぐらいの、割合となっています。理工系の大学としては非常に女子比率が農学部、工学部とも高いというのが特徴です。それから教員あたりの学生数ですけども、教員1人に対して学生9人ということで、少人数教育による丁寧な授業、それから研究活動が行われているということになります。それから大学院進学率ですけども、農学部の方が 57%、 工学部が 79% ということで、ともに大変高い進学率です。多くの、学生さんが学部を卒業した後に、大学院に、進まれる、という、ことになっています。次に、どのような経済的支援制度があるかということです。ここに紹介するのは日本学生支援機構の奨学金ということで、こちら最もよく利用されている奨学金です。いくつか種類がありまして、第1種奨学金、こちらは無利息のもの、それから第2種奨学金、こちらは、年 3% 上限とした利息のあるものとなっています。で、学部生、それから大学院生とか自宅生、自宅外生等においてちょっと金額が違いますが、 およそこれぐらいの奨学金を受けることができるということです。それから特に優れた業績、成績を上げた方、これは大学院の方になるんですけども、第1種奨学金の方では奨学金の返還の全額または半額免除という制度もあります。それからこちらの図の中では、農大独自の奨学金、経済的支援制度を紹介してますけども、例えばこの2番目の東京農工大学教育研究振興財団奨学金、こちら学部生を対象してますが、2年生、3年生、4年生ですね、の学部生の成績優秀者に対して、10万円を給付する、というものがあります。それから授業料免除、入学料免除といった制度も、こちら学部、大学院ともに、用意してあります。経済的な理由によって、授業料、入学料の、納付が著しく困難であると認められる、ものに対して、選考の上、免除する、というものとなっています。それから4番目、学業等成績優秀者に対する授業料免除ということで、こちら大学院 の、 博士後期課程、いわゆる博士課程と呼ばれるドクターコースと呼ばれる、ところですけども、こちらに対する支援制度として、用意してあります。またこの同じく、博士後期課程ですけども奨励金ということで、20万円、進学時に、給付するものであるとか、それから RA 制度、リサーチアシスタント制度というものが、ありまして、年額25万円程度を、給付するというものも、用意してあります。これが11番目の質問、最後の質問ですけども、学生寮について、紹介します。農工大では現在4つの、学生寮を用意しております。小金井の方に、こちらの男子寮、欅寮、それから女子寮、桜寮が、用意されています。それから府中の方の府中キャンパスの方にも、2つ寮がありまして、男子寮、女子寮が 一体となった、寮、それから女子寮というものが用意されています。
それぞれのこうキャンパスに学生さんが泊まることが滞在することができる施設があるのと、それからキャンパスの周辺はアパート等が非常に多くありますので、住居に関する選択肢は大変多くあると思います。以上が今回用意した質問に対する回答、質問と回答となります。で、最後に今後のオープンキャンパスの開催について予告ということでご紹介したいと思います。大きく2つ、夏の工学部オープンキャンパスと、それから秋の工学部オープンキャンパス、というのが、開催予定です。夏の方は、学部説明会ということで、大々的に行うんですけども、9月20日から日曜日、9月20日日曜から22日火曜日の、3日間で開催します。で、それぞれ20日は化学物理工学科、機械システム工学科、21日が生命工学科、応用化学科、それから22日が生体医療システム工学科、知能情報システム工学科の開催日となっています。それから秋の方ですけども、こちらは研究室大公開ということで、多くの研究室を見れる状況で開催いたします。11月15日日曜日に全学科同時開催ということで行います。例年ですと学科、各学科ともいろいろ紹介、それから研究室公開などイベントを盛りだくさんで実施しておりますので、ぜひご参加いただければと思います。ただ今後の状況によっては開催形式が変わってくる可能性があることについてご留意いただければと思います。大学のホームページで適宜こちらの情報を掲載していきますので、開催時期が近づきましたらホームページをご参照いただければと思います。それでは以上をもちまして農工大何でも質問コーナーを終了したいと思います。最後までご視聴してくださり、ありがとうございました。